こんにちは、あやです。今回はこの汚い車をきれいにします。やばいな、これは。この洗車だったら普通にね、洗ったり泡洗車したりするんですけど、うん、今回はちょっとね、私が欲しかったやつがあるので、それ紹介しながら洗車していきたいと思います。はいはい、これお、それはこれは、うん、キモの充電式の高圧洗浄機になります。あ、普通高圧洗浄機って言ったらな、あのでっかいの連れてそう、連れながらコンセントもつないでってやるんですけど、これは充電式なんで、引き連れてね、行くのはこのバケツとホースだけになります。その辺もちょっと詳しく紹介しながらやっていきたいと思います。はい、まず開封。まず商品をこんな感じで、じゃん。こんなちっちゃいんだ。そう、こんなちっちゃいよね。うん、この自体はこんな感じ。面白い水鉄砲みたい。おお、そうだね、うん、で、これとこれが充電のやつだね。はい、で、これがバッテリーになります。結構ちっちゃい。ちっちゃいね、うん、で、わお、ブラシ。これはね、洗車するときにめっちゃいいと思います。ボトル、シャンプーか。そうだね。で、ノズル、ノズル。ん、もう一個フィルター。フィルターつける口、接続のところですね。ああ、なるほどね。で、ホース。ほうほう。はい、で、説明書。はい、めっちゃなんか充実してますということで、ちょっとなんか何が何なのかがまだね、ちょっと分かってるものと分かってないものがあるんで、説明していきたいと思います。お願いします。まずこれ自体なんだけど、20V。 20V ね、結構パワフルだね。うん、充電時間は1時間充電すれば OK。 おー。で、大体使い方にもよるんですけど、20分から40分使用できると。お、いいですね。いいね、っていう感じになってます。で、実際バッテリーを含んだ重さ的には 1.5kg。 結構軽いね。結構軽いと思う。持ってても、まあ重量感少しあるかなって思うけど、うん、そんなもずっしり重いみたいな、うん、ってことじゃないから、まあ、しっかり使えるかなと思います。これが拡散ノズル。あ、こういうことですね。はいはい、こんな感じです。これが可変ノズル。可変ノズル。あ、ここがこうやって回る。あー、それでなんかモード変えれるみたいな感じ。そうですね。どういうモードがあるのかと言いますと、はい、直噴と拡散、これもできるんだね。いいね。じゃあ基本はそれを使う感じやな。そうだね、うん、はい、こんな感じで洗車ブラシ、これで洗車ちょっと、あのブラシのとこ見せてチェックしていきましょうか、はい、どのようなブラシになっているのか。あの、そうだな、タイヤを洗うブラシっぽいかな。どっちかっていうと、ボディよりかは。あ、本当？うん、ボディはちょっとやばいな、これはちょっとこれで洗うと、傷がね、うん、特に黒だし、うん、ヘアラインみたいになっちゃうと思うんでちょっと今回はこれはこういうところとかね洗ったりいいかも。だって高圧洗浄機でさ、コンクリート洗ったりするやん。いや、今ねちょうど汚いんで、いい感じの汚れになってるんで、その辺もどんな感じで汚れが取れていくのかやっていきたいと思います、はい、で、まずは本体としてはこの車めっちゃ汚いんですよ。ほう、どんなもん汚いのかチェックしていきましょう。はい、まずボンネット、ご覧の通り、もうこれは洗車がしたかったんで、動画撮るために、はい、もう申し訳ないんですけど、ずっと雨ざらしにしときました。やばいね。やばい、もうね、しっかり汚れてます。すごい、もう新車と思えん。親もね、いい感じに汚れてるんで、はい、すごいね砂とか花粉とか、うん、うわー、こういうところとかもね、すごいです。すっごい溜まってるんで、はい、はいはいはい、いい感じです。で、砂とか汚れだけじゃなくて、こういうね、鳥さんのね、あ、本当だ、鳥さんのやつもあるね、あの落とし物があるんで、うん、その辺も綺麗になるのか、はい、やっていきたいと思います。はい、そう、言い忘れてたことが一つ。何？うち前にも紹介したキモのブロワーがあったんですよ。あるね。あれ、ちょっと持ってきます。はい、はい、これ、うん、これも
20V、うん、で、すごいのが、うん、これね、使えるんですよ、バッテリーが互換性があるってこと。そう、すごい。最初見た時に、うん、え、違くないって思ったの、うん、と思ったら、違くない、一緒。こっち、さっきのね、こっちのブロワーの方、うん、使えるんです。じゃあいいよね、バッテリー2個みたいになっちゃった、超便利。はい、これ接続します。はい、うん、いいね、いい感じじゃないですか。ポチョン、バケツに水汲んどくだけで OK。 あ、そう、あとこれね、水圧が変えられるんですよ。本当だ、強いの弱いので変えられるんで、うん、今最初どっちになってるのか分かんないんでやってみます。はい、行きます。おお、強いね。すごい、これはちょっとね、ほんと悪ふざけで人に向けたりしたら絶対ダメです。うん、絶対痛いから。うん、弱くなってんのか強くなってんのかちょっとわかんない。水の減り方すごい。ほんとだ、結構水消費するんで、その辺は、うん、一応これ6リットルぐらい入れとったんやけど、あっという間かな、6リットルぐらいは。そうですね、でっかいのがいりますね、バケツね。よっしゃ、いきますよ。はい、砂ぼこりが取れてるけど、うん、ウォータースポットがすごいついちゃってる状態なんで、はい、それは落ちないけど、じゃあちょっと傘の方でやってみようかな。うん、はい、おーい、普通に砂とか花粉が落ちてそうだよね。うん、じゃあ続けていきます。はい、落とし物が簡単に落ちた。ほら、本当だ。これね、うん、ちょっと今使っててすごいことが分かりました、うん、誤操作しちゃうと困るんで、ここにね、ちゃんとストッパーがあるんで、それのトリガーが押せなくなります。へえー、すげえ、いいねこれね、うん、で、説明したかったのがここのボタン。はい、これさっきここと 何が違うんだろうと思ったんだけど、ここを押しながら、うん、ぐるりと。おお、そういうこと？すごくない？うん、あ、そしたら親指で押せるのか、トリガーが。そう、こっち上になるから、こんな感じ。あ、いいね。いいよね。うん。ちょっと使い勝手のいい方で使えるということで。はい。ちょっと面白いですね、これね。うん。じゃあ次は、泡シャンプーの方、やってみたいと思います。うん、はい。今回使うのはこちら、いつもお世話になってるシュアラスターさん、このボトルに、うん、で、入れるのはいつもみたいに希釈して入れるんじゃなくって、うん、このまま原液で大丈夫です。で、うん、これをここにセット、ここ変えます。はい、さあどうなるのか。すごい、おお、何が、泡、はい、すごいじゃん、これ雪の宿だ、これはすごい、これは楽だな、これめっちゃいい ね、もうプロ選手じゃん、めっちゃ楽しいし、うん、で、この後に流すのも楽と、そういうことだ。じゃあもう早速ちょっと泡かけちゃったんで洗車していきます。はい、今とりあえずフロント洗いました。はい、じゃあこの拡散ノズルでどんな風に落ちるのかやっていきます。はい、おお、おお、あ、でもだいぶ通った、ほら、あ、なんか霧っぽい感じだね、ミストが、あ、すごい、ミストが来ました。あ、すごいすごい、涼しい。これはキモさんのページにもあるように、うん、花にもね、水あげられますよみたいな。あー、なるほどね。最初私それ見た時に、いやいや花がこんなになっちゃうよって思ったんですけど、これはすごい、もうすごい広範囲で水あげられるし、ソフトだから、うん、本当ミストって感じ。本当霧だよね。これはいい、うん、でもちょっと洗車には不向きなんで変えます。はい、こっちに変えました。うん、じゃ続き流していきます。お願いします。まあ、一つコンセントつないで蛇口のところにつないでっていうのに比べたら、やっぱ
パワーは劣るかなとは思うんですけど、うん、やっぱこの便利さがいいのかなと思うので、うん、でこれはやっぱ手軽さが一番いいところなのかなと思うんで、うん、まあパワーよりもこの手軽さ重視ということで。そうですね。いやでもやってて合わせんしゃもできるし流すこともできるし、うん、いろんな使い方あると思うんでめっちゃ面白い、はい、やっぱ洗車だけに使うっていうよりは、うん、いろんなことに使いたいっていう人が多いと思うんで、はい、なかなか掃除できないけどこういうのが1個あると結構便利だと思うんで実際に床とか汚れてるんで、うん、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃん、めっちゃ黒い。うわ、ここすごいじゃん。強烈な直噴で、はい、行きます。はい、直噴はすごくピンポイントで当たって、うんうん、力強いんですけど超地道。そうだね。じゃあちょっと拡散の方で、はい、そっちでも落ちればめっちゃいいよね。うん、確かに。行きます。はい、すごい。え、てかどっちかって言うとさ、直噴より、うん、拡散の方が広範囲だし結構綺麗な感じがする。そうだね、綺麗にムラなく。そうそう、ムラなくできるから効率的にできるかなって感じ。これはちょっとやっぱ手軽っていうのがいいよね。いいところだね。はい、ということで今回はキモさんの、はい、この高圧洗浄機充電式タイプご紹介しましたけど、はい、私的には結構ブロワーに続いてヒット商品です。これはいい、便利。便利だし使ってて面白かった。だから用途別によっていろんな使い分けもできるし、うん、収納もちっちゃくなるし、うん、あとこのホースもこのホースじゃなきゃダメってわけじゃなくって、うん、接続できる太さのものだったら別のものを使っても全然 OK なんで、はい、ってなるとこの長さよりもっと長いのがいいよみたいな人は、うん、そういうのに変えても使用できるってところがいいなと思います。そうですね。例えば海遊びの後とかにポリタンク自分で持ってってたのを使って手足流してね綺麗に車に乗るとか。めっちゃいいじゃんそれ。例えばアウトドアに行った時に、うん、あー、アウトドア用品も、そう、最後に綺麗にして車に積むとかもできるかなと思うんで、うん、確かにめっちゃいいと思う。いろいろ使い勝手が良さそうですね。持ち運べるからね、うん、っていうことでこれ気になるなっていう方は概要欄の方に URL 載せておきますので、はい、そちらの方からチェックしてみてください。よろしくお願いします。大満足の商品でした。はい、次回もお楽しみに。お楽しみに。